約80年前、軍事用としてアメリカで誕生した無人航空機ドローンは現在、世界中で大活躍しています。この防災訓練の空でも活躍しました。9月3日、平成29年度、東京都調布市合同総合防災訓練が多摩川河川敷で行われました。この防災訓練は直下型地震マグニチュード 7.3 を被害想定として、住民の自主防災能力の充実と各防災関連機関の連携強化を目的として東京都と調布市が合同で実施しました。会場には陸空自衛隊をはじめ警視庁、消防庁、医師会など多くの防災関連機関から総勢4000人が集結し、1万人を超える入場者とともにさまざまな訓練が行われました。いよいよドローンの登場。救出救助訓練ではマグニチュード 7.3 で倒壊した家屋が再現され、空から陸からさまざまな方法で被災者を救出する訓練が行われました。倒壊家屋上空に飛び立ちました。NPO 法人クライシスマッパーズジャパンの理事長古橋太一さんにドローンについてお話を伺いました。約3分間だったんですが、僕らは地図を作ることを目的としては写真を撮るという形で上空を旋回して実際にデータを取ってきたと。でまずドローンを使うことによって僕らはなるべく高く飛ばす。で高く飛ばすと広い範囲を見渡すことができますので、まあ、例えば調布市全域が今どうなっているのかということを写真に素早く落として、その写真を素早くインターネット上で公開する、誰でも見れるような形でまずその写真を見ていただくということを目指しています。まず一つの目標としては発災後、まあ、これは地震災害を想定しているんですが、巨大地震が首都直下を襲った時には発災後1時間以内にはドローンを飛ばす、そしてそのデータを回収した後1時間以内にはそのデータ処理を終えてインターネット公開をする。トータルで2時間後には、自分たちの街がどうなっているのかということを写真もしくは映像を使って情報を発信していくということを考えています。2017年、調布市をはじめ多摩川流域の6市がドローンを扱う NPO 法人クライシスマッパーズジャパンと協定を結びました。災害時にはいち早くドローンが飛び立ち、広範囲に、そして迅速に正確な情報を収集してくれます。日々改良が進むドローン、これからもあらゆる場面で大いに活躍することでしょう。